キューベルワーゲン、キューベルワーゲン、ドク、キューブリュバガン、または、クーベルシツワガンとは、第二次世界大戦中に、ドイツで生産された小型軍用車両である。フェルディナント・ポルシェラにより設計された。構造的には先行して、ポルシェが設計していたフォルクスワーゲンタイプ1の、軍用車バージョンというべきものであり、不正地走破性を高めるため、軽量。 低重心なタイプ1の特徴を活かしながら、可能な限り最低地上高を高めるように設計された。ドイツ語では、バーゲンは、バーゲンと読まれるが、本校では日本での、フォルクスワーゲン等の慣例に倣い、ワーゲンと表記する。車体は、オープントップ、和製英語、オープンカーであり、ターポリン、耐水性のキャンバス地の折りたたみ式ホロで覆うことが、できる。 座席は簡易的なバケットシート。現在、キューベルワーゲンといえばこの車を指すものと認識されているが、当時はバケットシート、折りたたみ式の頃、初期は取り外し可能なサイドカーテン、後に高性度はを持つ、この種の国用車は車種にかかわらずすべてキューベル実座、キューベルワー,ーゲンまたは単にキューベルと呼ばれた。武装 SS の将校であるクルトマイヤーは、著書、 敵弾兵の中でトゥープ82を一貫してフォルクスワーゲンと表記している。有名なブランドではメルセデスベンツや BMW などの軍用車にもキューベルワーゲンというボディ形態に分類されるモデルがある。トゥープ82はあくまでフォルクスワーゲン版のキューベルワーゲン型軍用車として開発された車であり、その個体数が最も多く戦地でも活躍が目立ったがために ドイツ語圏外では、9イコールトゥーップ82という認識が根付いてしまった。この種の軍用車は、すべての座席がベンチシートではなく、バケットシートであったため、当初は、バケットシート自動車、クーベルシッツワガンイコールキューブルシッツバーゲンと呼ばれていた。バケットシート自動車の故障からその後、シートが略され、スチール製で、プレス加工のリブを持つシンプルな外観から、 バケツ自動車、キューベルワーゲン、キューブルバーガンイコールキューブルワーゲンと呼ばれるようになった。バケットとバケツは日本語でのカタカナ表記は異なるが、西欧では同じ一つの言葉である。トゥープ82にバケットシートが採用されたのは、フォルクスワーゲンの試作中、バケットシートを乗せた車種だけの車両で、フェルディナント・ポルシェの息子である、フェリー・ポルシェ参道などでこれを運転し、 操縦時の体の保持に優れている事実を経験したことによると言われている。とはいえ、そもそもキューベルワーゲン型軍用車はドアがないためにバケットシート採用したのが発祥である。1938年、ポルシェ設計事務所は陸軍兵器局の要請に応じてフォルクスワーゲンタイプ1を軍用車に応用する研究を開始した。陸軍兵器局の設計要件は 下記の通りである。要件に沿った最初のプロトタイプは1939年の終わり頃に完成した。各系車体の発展型試作品はトゥープ62、62型と名付けられた。数十両が試作されたが、うち少なくとも18両はリアアクソルのハブリダクションギアがない形で作られた。試運転が繰り返され、地面への追従性改善とトルクの増加などの 改良が施された。トゥーップ62の評価試験の結果を受けて、改良型のトゥーップ82、82型が採用された。正式名称は、ライスター・ジェリンディギャン・ガジャー・パーシネン・クラフトワーガン K1、フォルクスワーゲントゥーップ82、大体の意味は、不正地走行系軽乗用自動車、K1、4輪、2輪駆動フォルクスワーゲン82式。 量産は1940年から KDF 市、換気立候団車市の異、現、ボルフスブルク市のフォルクスワーゲン製造会社で開始され、10万台の製造が指示された。また、他の用途に発展させるための基礎として、トゥー八プ87、87型の試作も開始された。第二次世界大戦が始まり、軍用車両の生産が優先された。キューベルワーゲンだけでなく、 セダンボディの車も多くが軍用に回され、キューベルワーゲンのシャーシにセダンボディ乗せたトゥープ 82E や四輪駆動のトゥープ87も製造された。トゥープ87は戦後に英軍管理下で2台が組み立てられ、トゥープ 82E はトゥープ51という名称でしばらく生産が続けられた。キューベルワーゲンは戦場では兵士に歓迎され、軍馬代わりに使われた。 軽量であるため、排気量 985cc、出力23.5馬力の小型エンジンでもこの車両を駆動するには十分で、最高速度は時速 83km に達した。リアアクスルのハブ内に減速ギア、ハブリダクションギアを装着し、駆動力を高めるとともに、車軸取付位置を高くして、床下の最低地上高を高めているのが大きな特徴である。 四輪駆動でないにもかかわらず、床の高さとリアエンジンならではの駆動輪荷重の大きさから不正地層派性も良好で、当時多数が使用されていたサイドカーツ機自動二輪よりも実用性が高かった。ただし、牽引力は二輪駆動なりで、小型の対戦車砲でさえも牽引することは不可能であったため、これを改善するために牽引能力を高めた試作車、トゥープ二百七十六がテストされたが、 これは制動力と加速力に問題があり、最高速度も時速 65km に止まった。派生型であるシュビムワーゲンには、水際から上陸するために必要な4輪、駆動機構が追加されたが、本社は最後まで後輪のみの2輪駆動であった。エンジンは、空冷のため冷却水やラジーターが不要で、厳冬時や玄関地においても取り扱いの面倒な、不凍液を必要としなかった。 この車両は寒冷地でも国所でも高い耐久性を発揮し、アフリカ戦線でもロシア戦線でも同じように扱うことができた。前線への配備は北アフリカ戦線の方が早く、1942年からは幅広なバルーンタイヤを装着して砂地での走破性能を高めた熱帯地仕様の車両も生産が開始された。東部戦線のバルバロッサ作戦開始当時には、 姿が見られないが、翌年のブラウ作戦時には多数が配備されている。第二次世界大戦中を通して派生系の要求が増加した。1941年には4輪駆動バージョンのトゥープ87がフォルクスワーゲン製造会社ではなく、ポルシェ本社のあるシュトゥットガル都市で両のみ製造された。特色すべき点はフォルクスワーゲンのクランクシャフトを使用した。 ポルシェ製 1086cc エンジンを搭載していたことで、この排気量拡大版エンジンは後に、ポルシェ356に採用されて結実する。この4輪駆動プロジェクトは、後に、水陸両用車のトゥープ128、トゥープ166シュビムワーゲンに移行した。このために製造された 1131cc24.5 馬力のエンジンは、 キューベルワーゲンにも搭載された。フォルクスワーゲントゥープ82の生産が軌道に乗ると、いくつかの派生型が生産された。個別のモデルはすべてトゥープ82と共通の車台を使っていたため、生産性が高かった。代表的な派生型は、トゥープ92に台付け貨物車、プリッチェンワガン、トゥープ174突撃ボート、スタンブとミッド VW、モーター、 トゥーップ287式車、コンマンドワーゲンである。結果的に1940年から1945年にかけて、およそ5万2千台のキューベルワーゲンが製造された。1950年代に入ってから、アウトオニオン社の DKW が、ドイツ連邦軍のためにを製造した。また、1970年代には、フォルクスワーゲン社が、 後輪駆動のままのビートルの車種を使用してタイプ181を製造した。これは市販も行われ、北、アメリカで販売されたほか、フォルクスワーゲンサファリーとしてメキシコで販売された。同じくオープントップである旧東ドイツ軍のトラバント軍用バージョンもキューベルワーゲンの影響を受けている。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。